の都を人が行く、いよいよ前田利家公のね、入場行列でございますけれども、いやーなんかいよいよ来たなという感じがしますよね。もうメインですもんね。いよいよ出発2時20分にパレード出発して1時間が過ぎてようやくね、はい、利家公が出てくるというこういう流れ。それはそうでしょうね。それはもう従えて出てくるというね。そうですね。大将ですもんね。でも馬を乗ってずっとそうですね、パレードをされるっていうのは、はい、ああやっぱそれは大変なことでしょうね。そうですよね、はい、こちら見えてまいりましたのは、はい、2代目藩主前田利家公役の松井良樹さん、陸上自衛隊金沢駐屯地第14普通科連隊教育隊長の松井良樹さんです。松井さんも凛々しいですよね。凛々しいですね。自衛隊の方、やっぱ自衛隊の方なんかやっぱそういう馬の訓練もされたりするんでしょうね。堂々としたね、本当に馬上のお姿ですけれども、すごい。わあ、沿道にこうね手を振る姿もね、かっこいいですね。馬にハマってますよ。お進みいただきましょう。放送席、はい、はい、マックス谷川君どうですか。利家公が降りてまいりました、はい、もう間もなく乗馬するものと思います、はい、非常に穏やかな表情からこの瞬間緊張した表情に変わりつつあります。大勢の観衆に見守られまして、今また沿道から拍手が送られております。乗られました。その乗り心地しっかりと確かめて間もなく出発するものと思います。乗りたいです。周りの人に絶対怒られます。いやもうこれはもう前田利家公役の原田裕二さんが、ね、早速馬に乗られてインタビューなどに答えていらっしゃいますけども、今朝私は原田さんにお会いしまして、はい、本当に乗馬がお得意でご自身で馬も持っていらっしゃる。そうなんですよ。それぐらいお得意ということで、じゃあもうね、はい、お手のもんですね。これからいよいよ前田利家公音田先生の生歌をお聴きください。生まれぞ前田利家公。